加藤のボールを取りに行きます。長谷川、中で小林が待ちます。ドリブル仕掛けていく、狭いところつながった、阿部、小林、綺麗な形で追加点。川崎らしいゴールですね今のはね。ドリブルとダイレクトパス、綺麗な形でした。フロンターレ、まあ、いわゆる、ね、3人目の動きという形でね、はい、まあ、こう3人でうまく崩しましたけどね。このダイレクトパスですよ、阿部の、はい、で体を開いといて逆サイドに蹴る格好をしといて同サイドなんですね。